祭りの夜が終わり、それぞれの参加者にとって美しい思い出となりました。特にドゥレポンドールの小さな子どもたちは笑い声に満ちた中秋をお祝いすることができました。皆様のご清聴誠にありがとうございました。ではまた次のイベントでお会いしましょう。ドラムのドロドロ音が響き、満月祭が来ていることを知らせました。獅子は舞台で踊り、手を振って観客に挨拶をしました。ステージの光の下で子どもたちは五つ星型上身も持っていて、手を組み音楽の国を連想しているようです。満月の祭りにおいては、子どもたちが多くの面白いゲームに参加し、小さい芸能人の芸術的なパフォーマンスを楽しむことができました。またギャグが風船を吹き飛ばしてくれるのを待ちながら、それぞれの音楽曲を応援しました。ステージには光の輝きとともに、ジョーガさん、コエ君、獅子、ライオン、ギャグ、サーカス団の参加があり、多くの小さい子どもは誰もが笑顔で興奮していました。子どもたちが中秋に身を混ぜ合わせることだけではなく、親たちも近所の人により親しくなったようです。皆さんこんにちは。中秋の雰囲気がどうやら全ての家族や町で賑やかになっているそうです。ドゥレポン道路においても住民たちが周りに集まり、楽しい中秋をお祝いしました。中秋のイベントは住民コミュニティ、スポンサーおよび管理委員会が協力し合って、子どもたちのために準備してきたプレゼントでもあります。